皆さんこんにちは。国際教育協力センターです。これから交換留学プログラム紹介を始めます。説明を聞いた皆さんが交換留学に興味を持ち出願してくれることを期待しています。それでは始めます。まず新型コロナウイルス感染症の影響についてお伝えします。最新の募集情報は適宜 CX のウェブサイトや SNS アカウントで周知予定ですが、新型コロナウイルス感染症の今後の動向によっては2020年度の募集が中止される場合があります。詳細については最新の情報をホームページにてご確認ください。本日お話しする内容はこちらです。それではまず交換留学とはどんなプログラムなのか説明していきたいと思います。まず最初に関学のすべての留学プログラムをおさらいしておきましょう。プログラムによって内容は大きく異なるので一概には言えませんが、初級から上級に難易度を分けるとこうなります。外国語の要件がない外国語研修は初級プログラム、 TOEFL の条件が求められる中期留学や中期海外インターンシップは中級プログラム、そして交換留学は海外の協定大学で専門分野を学ぶという特性上、関学の中で最も上位に位置づけられています。皆さんにはぜひこの上位プログラムである交換留学にチャレンジしていただきたいと思います。これまでに留学経験があり英語などの言語が得意という方もいるでしょう。一方これまで留学経験がない方も多くいらっしゃると思います。もし不安に思っている方も安心してください。留学経験のない方でもきっちりと制度を理解し計画を立て取り組むことで交換留学への実現は可能です。毎年本当に多くの先輩が交換留学に向けて努力し交換留学の切符を手にしています。ぜひ皆さんには本日の説明会で交換留学がどんなプログラムなのかをよく理解してもらい、その上で交換留学にチャレンジしてもらうきっかけになればと思います。皆さんの中で交換留学とはどんなプログラムかをきちんと理解している方はいらっしゃいますか？交換留学とは関学に在籍しながら海外の協定大学へ1学期間または1年間留学できる制度です。よく留学に行って4年で卒業できますかという質問をいただくのですが、関学に在学しながら留学に行きますし、留学先大学の単位認定制度もありますので原則として可能です。次に交換留学の目的は大きく分けて2つあります。1つ目、専門知識や興味ある学問を海外の大学で学び理解を深めること。2つ目、全く異なる文化や価値観がある環境で生活するわけですから、異なる文化や価値観に接しその社会や人々の理解を深めると同時に自己や自国を再認識することです。こうした能力はグローバル化社会においてとても重要視されているものになります。交換留学はこんな方におすすめです。海外の大学で専門分野を学びたい方、多種多様な価値観を持つ世界各国の友人たちと交流を深めたい方、将来グローバルに活躍したい方、本学ではできないことに挑戦したい方、もし一つでも該当するものがあれば交換留学に挑戦してみてください。次に交換留学の特徴を紹介します。これはメリットと言えるかもしれません。一つ目は授業料相殺です。交換留学は関学に納める授業料を交換留学先の授業料に充てるため、関学に学費を納めていれば留学先大学の授業料を支払う必要はありません。そのため特に北米やヨーロッパへ自費で留学するより経済的と言えます。2つ目に交換留学は奨学金制度が非常に充実しており、学内外問わずさまざまな奨学金を提供しています。3つ目にこれも大きなメリットですが、留学先で習得した単位は本学の単位として認定することができます。つまり留学に行っても4年での卒業が可能になるということです。
単位認定は皆さんの所属学部のルールに従って認定されますので、詳細は皆さんの所属学部に問い合わせてください。4つ目に、関学が協定を結んでいる大学はどこも質の高い大学であるということです。そして最後に、現地大学の授業を履修できるという点も交換留学の大きなメリットです。語学留学などは現地の大学や大学に併設している語学センターが留学生向けに提供している授業を履修するのに対し、交換留学は現地大学が現地の学部生を対象に開講している授業を履修するプログラムです。このような特徴があることをここでは押さえておいてください。交換留学は年に2回応募するチャンスがあります。春学期に募集を行うものを第1期募集といい、秋学期に募集するものを第2期募集といいます。第1期募集では翌年2月から4月にかけて出発する、つまり春出発の大学に出願します。対象の国はオーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、ポーランド、中国、台湾、韓国などとなります。第2期募集では翌年8月から10月にかけて出発する、つまり秋出発の大学に出願します。秋出発の対象はオーストラリア、ニュージーランド以外のすべての国となります。次に、関学と協定を結んでいる大学について紹介いたします。関学には多くの協定校があります。どんなところに留学できるのか、次のスライドで見ていきましょう。こちらの地図を見ると、世界中にそのネットワークが広がっていることがお分かりいただけるかと思います。協定校の数は2020年4月現在、約40の国と地域、約180校の大学になります。そしてそれらの協定大学は関学独自の基準を満たしている質の高い協定大学ということをよく理解していただきたいと思います。皆さんがどのような目的で留学をしたいのかで、派遣先は大きく左右されます。英語以外の言語を使って勉強したい方、ご自身の専門分野を深く学びたい方、あるいは少人数制の理想的な環境で教養科目を集中的に学びたい方など、それぞれに適した派遣先を選ぶことが可能です。 CIECのウェブサイトでは派遣可能な協定大学を紹介していますので、ぜひご確認ください。それではここで実際に交換留学に参加した学生の声をお伝えしたいと思います。皆さんと同じ立場からどのように交換留学を成功させたのか、ぜひ参考にしてください。僕が交換留学に行こうと思ったきっかけとしては、小学生の頃から英会話のスクールに通っていて、そこで高校生の時に大学生になったら漠然と留学に行きたいなと思ったのがきっかけでした。でもそこで一番学費がかからない交換留学に行くことを決めました。私が交換留学を目指したきっかけは、高校生の時に1週間のホームステイを、オーストラリアで経験したことです。でそこで、英語を使って生活するうちに、海外の人の視野の広さだったり自分の視野の狭さとかに気づいて、で大学生になったら絶対交換留学に挑戦しようと思ったのがきっかけです。現地で一番苦労したことは英語が全然できなかったことです。関学の英語の学部の英語のクラスだったり、インテンシブイングリッシュのクラスは結構上の方にいたので、日本にいた頃はまあまあ英語には自信があった方だったんですけど、実際イギリスという英語が母国語の国に行ったら全然ついていけなくて、英語についていくのが一番大変でした。やはり言語だと思います。というのは、私自身渡航時には英語力がすごく低くて、あんまり
ネイティブの方の話していることが全然わからなかったり、授業だとか履修登録にすごく苦労した覚えがあります。で、オランダは一応オランダ語が母国語で英語が第二言語だったということもあって、スーパーとか日常生活でも少し苦労はしましたが、一緒に韓国から渡航した仲間だったり現地の交換留学生の友達と協力し合いながら自分の英語力も上がっていって、最終的に納得できる英語力になれたと思っています。そして、英語の上達っていう部分はもちろんそうなんですけど、それ以外のプラスアルファの部分の変化というものが一番大きくあったと思います。例えばどんな物事に対してでも自分で自身の意見を持ってそれをみんなの前で発表することだったり、あとは弱い立場の人、ホームレスの方だったり高齢者の方に優しくできるようになったことだったり、行動力とか主体性とか、本当に言葉にしたら月並みなことかもしれないんですけど、そういう部分が1年間で一番大きく変わった部分かなと感じております。自分の経験値を高められたことです。やっぱりこう自分の人生の中でもすごい一番濃くって、こう言葉で言ったらすごくありきたりになってしまうんですが、こう日本に住んでいたら触れられないような価値観だったりとか人の生き方とかに出会えて、こう現在の自分にすごくこう影響を与えたと思っています。で、自分もアクティブに動いていると現地に住んでる日本の方だったりとか、いろんな人に出会うきっかけを与えてもらって、でもっと自分も貪欲に広く広くこう生きていこうというふうに、思いました。僕自身交換留学でイギリスで過ごした1年間は自分の人生21年間で一番変化があったし成長できたなと感じて、すごい自分自身の人生のターニングポイントとなった年になったので、交換留学目指されている皆さんも英語の勉強だったり大変なこと多いと思いますが、ぜひ頑張って留学へ向けて頑張ってください。今はすごくコロナの状況で情報を得るのがすごく難しくなっていると思いますが、そんな時だからこそ、ぜひ皆さんには頑張って面接も書類も受けて挑戦していただきたいと思っています。こう感受性が豊かで若い時にいろんな経験をするのはすごく私にとってもこうプラスになったと断言できるので、皆さんにもぜひ本当に挑戦していただきたいです。本当に応援しています。頑張ってください。続いて出願・選考の大まかな流れについて紹介します。こちらが出願選考のプロセスです。出願前には交換留学の出願資格をよく理解し、留学計画を立てていく必要があります。どの国のどの大学で何を勉強したいのか、留学計画を立てる際に重要になるでしょう。また、いつ留学するかによってゼミの履修や就職活動などに影響が出ます。そのため、早め早めの情報収集を行い、いつ留学して、いつゼミに参加して、いつ就職活動をするのかなど、4年間の大学生活の計画を含め、留学計画を立てることが重要です。次に、出願の準備に移ります。出願して、第一次選考、第二次選考を経て、最終英語スコア、留学希望大学届を提出し、推薦者発表という流れになります。最新の情報は CX ウェブサイトや各種 SNS を通してご案内いたします。定期的に情報の確認をお願いしたいと思います。 CX ではさまざまな留学情報を SNS や YouTube でも定期的に発信しています。ぜひフォローをお願いいたします。これらは Instagram に上げている記事の一部です。このように協定校をピックアップして紹介したり、交換留学や他のプログラムに参加している学生の現地での活動紹介などがアップされています。ぜひ皆さんも見てみてください。ご視聴いただきありがとうございました。
交換留学の魅力や概要がお分かりいただけましたでしょうか。皆さんのご応募をお待ちしています。